催しますをご覧ください。始めまーす。はい、シャキシャキシャキしますのかどうかな。私の声が入る。はい、これから USJ に行きます。なんと貸し切り全部じゃないけど貸し切りで行きます。
普通だって昼間だったらもうめっちゃ並んどるやろ。並んでる人たちが歩けないように、こういう。ああ、そういうことね。前のやつ見てください。どうぞ。ありがとうございます。そのまま前のやつ見てください。どうぞ。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 前のやつ見てください。2時間待ちだって。しかもだってそもそも会場のチケットをまず取るっていう争奪戦、マリオに入るためのチケットを取らないといけないから、それ取ってやっとここに来て、そっからまた2時間待ち。マジか、すげえなそれ。すっげえな。あ、着いた。すいません。少しお待ちください。写真も撮ってください。はいはい。楽しかったよ。マリオ楽しかったよ。あ、綺麗ね。街もどんどん。街の風景も見えました。はじけろよ、マコ、はじけろよ。お待たせしました。ご覧ください。行きます。はい、シャキシャキ。着衣しますのかどうかな。OK、バッチリ。さあ、それではお写真もう一枚撮ります。うん、すんごくいい表情で、ニコニコ判定したらバッチリ。さあ、次のポーズはね、クロステパンチポーズお願いします。うん、決まってるかっこいい。さあ、どうぞご覧くださいね。はい、おきどき。着衣しますのかどうかな。OK、まあまあいいよ。ジュラシックパークに来ました。イエーイ、はい、イエーイ。はい、じゃあということで、はい、今回はアトラクション貸し切りがマリオのフライングダイナソーが乗れました。イエーイ、楽しかったです。イエーイ。はい、社長ありがとう。ナミさんありがとう。すごい、ナミさんが貸し切ったみたいだって。ナミさん、これ何千万ですか？まあ、土曜日だからね、土曜の夜だから。はい、ということでこの動画が楽しかったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録よろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。